佐藤澄香です。ご視聴いただきありがとうございます。今回のお話は酵素の大切さです。私たち人間の体内には5000種類とも言われる生体酵素があるそうです。この酵素の力のおかげで私たちは日々の新陳代謝が営まれているんですよね。この生体酵素のうち約8割は消化に使われているそうです。そして残りの約2割が体の傷の修復や取り込んでしまった化学物質などの解毒を行ってくれているんです。なので食べ過ぎてしまうとこの修復や解毒酵素を無駄遣いすることになってしまいます。なんだか最近疲れやすい、だるいな、または胃もたれや胸がムカムカするなど朝起きてもすっきりしないという方は、ご自分の中でちょっと夜食べ過ぎていないかなとセルフチェックをして、ぜひお体をいたわってあげましょう。私はいつも素敵な笑顔のあなたを応援しております。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。